三井家三井家は、日本の氏族。江戸時代の豪商であり、三井財閥の当主の一族。三井家の家伝によると、藤原道長の六尾長家の五代孫右場之助、信夫が、大見国に土着し、武士になったのが、三井家の始まりとされるが、資料の裏付けはない。十二代、では守則忠氏が、大見半国守護六角氏から養子多角を迎え、 以降、六角氏に使えるようになり、こう、通じとした。しかし、高角の五代孫、越後守高安の代、織田信長の上落によって、六角氏と共に、三井氏は逃亡し、伊勢国津付近の一式へ移り、その後、松坂近くの松ヶ島に居住するようになったとされる。慶長年間には、高安の子高都氏が武士を廃業して、松坂に、七夜県酒屋を開き、 商人としての三井家が創業された。屋号の越後屋は高安の受領名に基づく。高利の後は嫡男春次が継いだが、実際の商売は高利の妻ことだからが取り仕切り、越後屋を発展させた。寛永年間初め頃、江戸本町四丁目に駒物店、越後屋を開き、後に五福屋となった。この家は国抜き三井家と呼ばれる。 高俊の次男広市へと三男重俊も、江戸や松坂で、自らの店を開いている。一方で高俊の四男氷は、春治のもとで、手代同様に働きながら、経験を積み、一時は、本町指定目の店を任されるほどになったが、母の看病のため松坂に帰った。しかし、俊治の死後遠方元年、1673年に、再起し、長男高平を江戸に送り込んで、 本町一丁目に五福屋、越後屋を出展した。氷自身は本を松坂から京に移し、彼の指図で、越後屋は急速に業績を拡大し国のき三家を上回る大商店へと発展した。上京四年、1687年には幕府の南度御用、元禄二年、1689年には元型御用を受けたまっている。また、 両替商もはじめ、元禄三年、1690年には、幕府の為替御用を受けるようになった。こうして、郡、高平の法家が、三井や総領の座を確立した。郡は、着手で十人、諸子一人の男子を設け、本家と六つの諸家を創設した。しかし郡は死にあたって、兄弟中の、身の城一致を遺言し、身の城を、 僧侶の指導に基づく兄弟の共有財産とすることで財産分割を防いだ。このことで三井家は強固な結束を持つ共同組織となり、江戸時代を通じて合唱としての地位を保ち続けた。また、兄弟たちは1694年、元六七年に家政と家業の統括機関である三井大元方を設立するとともに利益の一部から生活費として、 賄い料が各家に対して支給され各家の火星と、三井家の事業の分離が図られた。北家三大高草以降、代々当主は、三井八郎衛門を名乗った。高草は豪商たちの交流、水望を記した長人公権録を表して、地道な商売の必要性を唱えて大名菓子などの派手な取引を禁じていることでありである。ただし、 破産した取引先が持っていた大名菓子債権を引き受けさせられたりしたため、三井家といえども、大名菓子とは無縁というわけにはいかなかった。また、高房は贅沢を戒めることも解いているが、皮肉なことにホッケと八郎絵門を継いだ長男高見は、美術品の収集や進行していた、最強寺への寄進などのために大元方からの多額の負債を抱え、延長四年。 1747年には隠居していた父の遺構で八郎衛門の返上に追い込まれた。その後、出家して実子の三井高城を後に八郎衛門を継承にッケを譲った高見は三井家からの離脱を申し入るものの実際には密かに釈罪を続けていたことが発覚し法歴六年1756年うるう11月には議絶 一族からの追放処分を受けている。もっとも、高見の例は、極端なものであり、他の三井書家でも、まかない量を超える社史な生活によって、負債を抱えており、安永3年、1774年には、三井家は三集団、三越越小屋を担う北、新町、家元、長井と両外店、糸絹問屋を担う伊サラゴ、室町、南、 小石川家と松坂の店舗を担う松坂、鳥居坂、小野田屋に分裂するとともに、一族の借財や大名菓子による負債を生産した。その後、完成9年、1797年に再統合されるものの、その後も、一族の借財や内紛はたびたび発生した。幕末には幕府への上納金で苦しむが、万党、美野村理財門の活躍によって、 危機を乗り切った。維新後は、明治政府と接近することで、三井家はさらに成長した。1872年、明治5年には、五副業を分割して金融業の三井組を設立し、1893年、明治26年に、三井や同族会と三井元方を設立して、三井財閥の指揮に当たった。1896年、明治十九年に、北家投手高宗が、 家族に劣せられ、男爵に除された。また、南家投資高博は1910年、明治43年に、室町家投資高康は1915年、大正4年に男爵となっている。1909年、明治42年、三井元方は三井合名会社となり、1940年、昭和15年には三井物産と形式的に合併したが、 財閥の指導権は当主を議長とする三井総元方が握っており、1944年、昭和19年には本部機能は三井本社へと分離された。1946年、昭和21年9月の財閥解体によって三井家はグループの経営権を失った。以後は三井法恩会などの関連団体の役員などを務めている。氷の死後 その遺産は、嫡男高平以下、子供たちの共有とされ、各家は六百九十四年に、家政と家業の統括機関である、三井大元方を設立するとともに、七百二十二年、京方七年に、三井の家訓、宗厚氏遺書、当時代。宗厚氏は、高平の隠居名がまとめられた際に六本家三連家制が定められ、後に二連家が追加、三井家権、 明治以降の下に、同族の十一夜が一体となって、三井家を盛り立てた。これが、いわゆる、三井十一家である。男系の甲元とする六夜を、本家、女系を元とする五夜を、村地へと呼んだ。氷の子孫を、三井同明と呼び、大元方はその、三井同明と奉公人の重鎮の合議制運営、資産を一括管理し、三一を防いだ。十一夜には、 それぞれの割合に応じてお金が配分されるが、各家の持ち分は全体を220分割した上、北家が62、イサラゴ家が30、南家や小石川家などが22.5、女系の連家は一桁といった具合に分配された。江戸時代の三井家は、当時居住していた地域の名前を頭につけて、通称とするのが習わしであり、以下のように呼ばれた十一家とも、明治以降は、 東京に転居。以上の旧屋に、後以下の二連家が追加された。以上十一屋のうち北家、伊沢湖家、新町家、室町家、南家、小石川家を、本家、松坂屋、長坂町家、小野田屋、長屋、内、原家を、連屋と呼び、本家の中でも、北家を、総領家としていた。明治に入り小野田家、長屋、内、原家は途絶し、 代替わ,わりするごとに11の家同士の血縁が薄くなるのを防ぎ、家間の血縁関係を強固にするため、三井一族同士で結婚するケースも多かった。これは、江戸時代からあったが、三井の血統を重んじるため、明治以降も三井一族同士による結婚は多い。1947年3月14日、内閣総理大臣、 吉田茂は持ち株会社整理委員会の上申に基づき、三井十一家の当主を、いわゆる財閥家族に指定した。対象は次の通りであった。三井家は十一の家が共同で事業を所有、運営していたため、その親族、隕石関係は著しく広範囲である。ここでは、明治に入ってからの三井十一家の主要な親族、隕石関係について述べる。 東京都中野区城高田に財団法人三井文庫がある。これは三井家の膨大な社会経済資料を保管するために1965年昭和40年に設立されたものである。1985年昭和60年には同じ中野区城高田に博物館である三井文庫別館が開館した。同館は2005年平成17年に 中央区日本橋室町の三井本館へ移転し、三井記念美術館と改称された。ホッケ、僧侶家伝来品をはじめとする貴重な文化財が、収蔵を展示されている。また、東京都港区西麻布、旧麻布郊外町にあった、僧侶家、三井八郎江門高皇帝、1952年、昭和27年地区は、東京都小金井市にある江戸東京建物園に、 移築され、一般公開されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。